はい、皆さんこんにちは、203です。今日は僕がいつもロードバイクで使っているツールボックスの中を、紹介していきたいと思います。こちらですね、ビアンキのこの色がまあちょっと気に入って使ってます。ただ今ビアンキは乗ってないんですけど、一時期まあオルトレXR4 ですか、1年近く乗ってたんですけど、あれはすごいいいバイクでしたね。本当振動吸収するあのカウンターベールがすごい効きが分かったし、巡航が早いし坂も登れるし、本当オールラウンドですごい良かったですね。その後ビアンキはスペシャリッシマのにも乗ったんですけど、カウンターベールの効きっていう意味ではオルトレ XR4 のがちょっと効きが分かりやすかったというか、スペシャリッシマはそんなにあんまりカウンターベールの恩恵はちょっと分かんなかったですね。はい、まあ全然関係ない話でしたけども、こちら開けていきたいと思います。で、基本的に僕はこのツールボックスをシートチューブの方に入れて、ダウンチューブの方のボトルケージにはボトルですね、水のボトルを入れて使ってます。あんまりそのサドル下のサドルバッグとかはそんな好きじゃないんで、できるだけまあ重いものは車両の中心、よくバイクなんかで言うんですけど、バスの集中化っていうことで重いものは車両の真ん中、一番真ん中に持ってくのが一番運動性能が良くなるっていうことで、まあツールボックス結構重さがあるんで、それを、車両の真ん中近くに置くっていうことで、重いものを、シートチューブのところにくっつける形で使ってます。やっぱりサドルバッグに重いものを入れると、ダンシングした時とかに結構気になっちゃうんですね、重さが。なんであんまりそこにはつけたくないなっていうのがあります。はい、ではちょっと開けていきましょう。結構僕はダウンサイジングが好きなんで、キャンプ道具なんかもどんだけ小さくまとめられるかみたいなのが結構好きなんですけども、はい、今、開けたところでこういう形になってます。ちょっと一つ一つ紹介していきます。まずちょっとすぐ出てるのでいうとこちらですか。こちらは CO2 ボンベのヘッドのところですね。いろいろ探したところで、これが一番まあコンパクトでまあ収まりがいいというか、かっこよくて使いやすいなっていうことでこれにしてます。いくつか僕もこのタイプのもの持ってるんですけど、これが一番良かったです。でそれに対応した、CO2 ボンベですね。こちらも1本入れてます。まあ2本入れてもいいんですけども、だいたい僕そんなに何回もパンクしたりしないで、だいたい今のところ1本 で大丈夫ですね。まあもう何回も失敗するときは多分タイヤがダメとかそういう状態なんで、まあ車呼ぶなりすることが多いかなっていうことで、常備してるのは1本にしてます。これまあ知らない人はいるかもしれないですけど、この中に圧縮された二酸化炭素が入ってて、これを刺してですね、こっちか、これを刺して、で、チューブのバルブのところにこう刺して、これをぐるぐる回していくと穴が開いて、中の二酸化炭素がピシューと出てきて、チューブに空気を入れることができるやつなんですけど、これはまあ多分他の人が動画上げてると思うので、ちょっと調べていただければと思います。これがあると何がいいかっていうとですね、携帯用ポンプを持ってかなくていいっていうことですね。これで、すごいコンパクトなんで、携帯用ポンプがかさばるのを防げるのと、あとはもう一つはそのこれプシュッとやるだけなんで、全然その、まあ、力がいらないんですよね。携帯用ポンプって結構何百回も入れないと空気が入んないんですけども、これはもう本当に簡単に入るんで、慣れてくればこれ本当すごい便利です。タイヤレバーですね、これ別にまあどこのものでもいいんですけど、たまたまこれはタックスのものですね、を、3枚、これこうつくような形になってるんですけど、これを入れてます。これは特別特にいいものではないんで、もっといいのがあればちょっと変えたいなと思ってます。ちょっと分かりない細かい細い六角レンチのセットですね。結構車両によっては DI2 系とかだと細い、六角レンチが必要になったりするんで、これを まとめてワンセット入れてます。こう曲がるタイプなんで場所取らないんで入れやすいです。
はい、で次が、六角レンチですね。こちらはよく使う5ミリのものと4ミリのもの、トラブルシューティングっていう意味ではこの2つがあればほぼ大丈夫だと思います。一番多いのはこうサドルの高さを変えるとかですかね、ハンドルがちょっと曲がって、角度が変わっちゃったとか、そういうところで使うのにはこの4ミリと5ミリ、こちらの2つがあればまあ問題なく、トラブルシューティングできると思います。でもう1本入れてるのが、こちらは六角じゃなくてトルクスレンチですよ。星型の、これはまあ機種によってなんですけども、今はちょっとマドンで使うことが多いんで、こちら一応入れてあります。使うことはちょっとほぼないかなと思います。であとはこれもまあ場所取らないで一応入れてあるんですけど、ちょっと使ったことは全然ないんですけども、アルコール消毒綿綿っていうんですかね、このあのアルコールがついた綿ですね、怪我した時とかすりむいた時なんかにこう消毒するのに使えばいいかなと思います。あるいはまあチェーンとか油で汚れちゃった時、服のにもまあ使えるかなということで一応入れてあります。これも使ったことはないですね。こちらの方に行きたいと思います。一番目立つのがこちらタイヤキーってやつですね。あのタイヤを最後はめるときに、タイヤペンチっていうのをよく家で使うんですけど、それのちっちゃくなった版で最後の、リムにこうタイヤを入れるときに使うのに便利っていうことで、こちらの YouTuber の YTK システムさんで紹介されたのを見て、あいいなと思って、で、Amazon で見てたら、あのプライムじゃなかったんで、ずっとプライムになるまで待ってて、この間見たらプライムなしたんでちょっと買ってみました。まだ実際使ったことはないんですけど、まあサイズ的にはあのちっちゃいんでここに入るんで、ちょっとこれから使ってみたいなと思います。タイヤキーっていう名前のものですね。ちょっとタイヤキーみたいな名前ですね。でさらにいきますと、こちらこれダイソーで買った100円ショップで買った、小銭入れですね。こちらにまああの小銭を入れて、あの行った先でまああの自動販売機とかですね、で飲み物買ったりするようですね、で使ってます。これも本当コンパクトなんで、あの便利です。で最初はこれに、千円札とかを折りたたんで入れてたんですけども、小銭が結構擦れて千円札がめちゃめちゃ汚くなるんで、これにあんまりお札は入れない方がいいです。これは本当もうコインだけ、入れた方がいいと思います。でさらにこちらですね、これ見えてるんですけども、替えのチューブですね。こちらあの買った時の状態の袋に入った状態をそのまま出さないで入れてます。そうするとあの、まあ、擦れないんで勝手に穴が開くみたいのがないんで、 このままの状態で入れるようにしてます。僕の場合はあの CLX ロバーの CLX64 っていうあのすごいリムハイトが高いのを使ってるんで、このバルブの長さが8センチのものを、使ってます。なんで、スペシャルのやつを買ってますね。なかなか8センチのって売ってないんですよね。で最後ここにちょっと見えてるんですけど、ここにお札をちょっと隠して入れてます。やっぱりあの出先で僕財布は持ってかないんで、あのなんか、お昼食べたりとか何か急に何か買うものがあったりとか、まあ最悪タクシーで戻ってくるとかそういうことを考えた時に、まあお札は一応入れといた方がいいかなってことで、一番、ま、タイヤにこう隠れるような形で、一番奥に入れてます。はい、どうでしたでしょうか。まああのこのコンパクトなあのツールボックスの中に割合いろんなものが入ってたと思います。チューブに、タイヤレバーですね。で、塩つボンベとその、ヘッドですね。で、タイヤをはめるタイヤキーですね。あとはメンテ用というか、なんかと
トラブルシューティング用の六角レンチ 5mm、4mm と、あと、まあ、ちょっとマドン用で特殊なトルクスレンチで、細かいとこ、DI2 とかの細かいとこ用の調整ができる細い六角レンチのセットで、小銭入れと、あとはまあ怪我した時とか手が汚れた時用のアルコール消毒の、面の、セットですね。こちらを、一応お守りみたいな感じで入れてますと。こんな感じで、使ってるんですけども、今までこれで不足を感じたことはないですね。特に、まあ、今までこれ使ってなかったんでこれもない状態だったんですけど、特にまあこれだけのセットで、まあ、困ることはほぼないですね。あともし入れるんだったらカード系 の、 例えばスイカとかナナコとか、まあ、そういうのも全然スペース的にはまだ全然入るんで、そういうキャッシュレスになるようなものも入れといてもいいのかなとは思います。はい、どうでしたでしょうか。まあ、何か参考になったと思ったらぜひいいねボタンと、あとはできればチャンネル登録をお願いします。それではまた。